王座。鍵あっさり取られやがって。あそこ曲がったぞ。ネズミ。有害物質。サハギンか。こいつら何聞くんだろう。ファイヤーとか。あ、聞いてる。よし。痛い。突進。OK。 あ、なんだこの。さっきの野郎どこ行きやがった。上だ。面倒なことになったぞ。あ、反対側か、隠れ家の。ここから先はあいつらの根城だ。どこから飛び出してくるかわからない。油断するな。宝とかボックスがある。この地下下水道結構広かったんだな。滑稽なのかよくわからないものも生えてるし。どう、こいつか。アプスデビー。沈め。でででで。はい、次の戦闘で。次も勝とう。クラウドは戦闘時にチャクラを使ってもいいな。待て待て待て、こっち見てる。追いかけっこにかくれんぼかよ。あ、ベビーってことはどっかにボス的な存在でアプスがいるのか。勝て。はい、ここで仕掛ける。続けていくぞ。終わらせてやら。おらおら、突進。気合入れてけ。あ、ティファーが突進強。よっしゃー。バレット声大きい。毒マテリア。またんかい。おお、あ、いた。すばしっこ。全力で行く。奥行くやだ。突進。なんだな。行く。ちょっと無視される。こいつらは焼いてみよう。そっちは任せる。頼られちゃうな。はい。アンガーマックス。そっちはどうだ。そうだ、ティファーには祈りが。はい、レベルアップした。どこまで奥に。いたいたいた。まだ逃げるか。こいつ勝ってんだよな。突進。よし、アンガーマックス。いてて。あー、ティファ振り回された。
連携しよう。おう、任せとけ。そこ、この邪魔だ。では、ちょっとティファ抜けてみせる。そこ、このティファで祈りを発動したい。んなもんよ。よし、ここでくれよ。頼んでいい。押し切るか。貫く。お、回復量結構多いな。決めてやれ。パラミーグレイ。よし、メガポーション。だんだん手に入るアイテムが強力なものに。ガンガン奥に。ティファーが危ない。ティファちょっとアイテムで回復しよう。あー、またカエルにされた。あ、バレットがか。あれ、バレットだけじゃない。バレットだけじゃない。みんなカエル。ちょっと誰か一人は。任せていいかな。ちょっとティファーに回復を。まだ終われない。これアイテム使わないと治んないか。使うか。さあ行くよ。当てる。こいつを倒したい。ガード。待って、あーまたカエルにされた。こいつ強え。よし、祈りだ。頼りにしてる。終わりだ。どうってことない。この辺めっちゃ暗いな。エーテル、ターボくれ、ターボ。またんかい。挟み込むぞ。了解。逃がすなよ。煽ってっぞあいつ。え、しんどい。飼い主にか。帰って。ああ、アイテム、ブーツ。これ前にもどっかで手に入れてたような。ああそうだね。ああ今ならカエルを防ぐ何かアクセサリーとかつけた方がいいか。こいつか。よし、お仕置きじゃ。気負いすぎる。頼られちゃうな。邪魔だ。どうだ。アンガーマックス。なんだ。いけんだろう。さあ行くよ。他のベビーがいた。当てる。あ、振り回されたくない。その攻撃がちょっと危ない。かかってこい。危ない。当てる。祈り。気をつけてね。引きを頑張って。しろ。あ、突進だ。叩き切る。アップス買って。バレット。でいや、はってえな。アンガーマックス。そっちはどうだ。
よし。集めるってなんだ。危ない。よし。そうだ、召喚獣呼べるから、あのデブチョコを試しに呼んでみたいけど、こいつが最後かな。期待してるぜ。ペイヤアンガーマックス。しぶといな。悔しいが仕方ねえ。よし、返してくれ。それ返してくれ。鍵じゃねえのか。すまない。お前のもんじゃねえよな、身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ、私たち。花言葉、うん、私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけど。あなたの目的って。復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。こっちへ進もう。近道だ。それが目的か。再登場か、コルネオ。近道。暗いな。コルネオの野郎、首洗って待ってろよ。奴は俺にやらせてくれ。ん？頼む。ん？分かった。またホヒーとか言うぞ。あげちゃった。あ、どっかにあったんだ、あのドア。後でチェックしないと。いや、近道が複雑。攻め。いるとするなら、あの隠れ家の中にコルネオが。歩いてんだこれ。戻ってんのか。追いかけたとこだ、アプスを。ここだ。ここで待っててくれ。
あいつ一人で本当に大丈夫かよ。何か喋り声は聞こえない。あ、ベンチ。こんな下水の隠し部屋にも良さそうなアイテム置いてあるし。レズリーです。コルネオさんに報告があってきました。ほひ、一人か。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。レズリー、俺がなんで隠れてるか知ってるよな。アバランチの子猫ちゃんにしーっと喋りすぎてシンラに睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずだ。あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドッになるはずが。今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほひ、お前ら。七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。てめえふざけてんのか。あ、ほひ、残念。でもふざけてないんだな、これは。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろ。まずはこいつを黙らせる。逃げられた。というかレズリーも吹っ飛ばされた。まずちょっと ベビーを。やってきた。本体でけえ。ベビーが隠れてる。よし、このベビーはやたら柔らかい。はい、こいつどうしよう。ファイガだ。尻尾弱点だ。ならばバレットはアンガーマックスでいい。ティファは回復を。引いてんな。you
増えた。え、ベビオ突進、あぶねえ。あ、ベビー逃げた。また上行ったな。下水津波、うわ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 、切ったね。さ、魔法だ。MP がもうなくなった。いて、バレット、バレットファイヤーがないね。あー避けられてる。期待してるぜ。ティファない。範囲化してサンダロアプスに。頼りにしてる。驚け。どう、尻尾を狙え。そちらまで取られちゃう。アンガーマックス、気合い入れてくれ。行くよ。この邪魔だ。待て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 、そこ。怒ってる。行くよ、出番だよ。俺が出る。スライディングタックル。どう、気負いすぎる。おう、任せとけ。バルト突進、行けんだろう。私に任せて。そこ、あ、危ない。回復を頼りにしてる。ここからだ。あえ、尻尾がそろそろぶっ壊れる。連携しよう。頼られちゃうな。あ、銃使いたいな。そういう時はアンガーマックス。気合い入れとけ。よし、やっちゃおう。よし、尻尾破壊。そこ、引き取れ。チャンス。邪魔だ。逃がさない。よし、いいよ。大興奮。よろしくね。しっぽビンタ。チャクラ。頑張れ。当てる。と危ないな。先に自分回復だ。諦めないから。角が光ってる。危ない。ハエ、クラウド危ないな。間に合った。マジで、どこなら避けれる。うわー、レイズ出番だよ。待って、これめっちゃ強い。本体をやっちまった方がいい。デブチョコボはまた今度。よし、大丈夫か。
コルネは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？え？大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。え？花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった、地上に出よう。上へ行く方法を教える。コルネを逃げられちゃったんだ。外周があるな。ちょっと体力がやばい。コルネオの隠れ家があったんだから、どっかこの辺にそのコルネオのさっき開いた財宝の隠し部屋が他にあるはずなんだけど、あった、ここだ。よしよし、これでサブ全達成かな。こんなとこに財宝隠しちゃって。一つずつ確実に。モンスター入ってっけど危ない。こいつらはもう焼き払う。この辺よし、もう一丁。そっちは任せる。あ、バレットカエルになってる。終わらせよ。痛い。やめろ。あ、どうした。おう、引っ込んどけ。欲しい。あ、それ、それはまずい。危ない。アンガーマックス。わ、よく吹っ飛ばすな。俺が出る。ミスった。ヒートはしてんだけど。やってみな。どう？突進。下がるか。私に任せて。と回復を使えないな。ティファ。落ち着いていけ。よし、ケアルがやっぱり強力だな。こいつ買って連携しよう。待ってました。あ、ガマ呪いなあ。カーバンクル呼んじゃおう。準備はいい。黒、あ、黒当てる。このそこだ。よし、チャンス。集中していく。当てる。この邪魔だ。よし、悪くない連携だ。まあ、こんなもんよ。おお、コルネオの財宝はこれで全部だろうな。で、どうするよ。売ったりなんだり結構時間かかるぜ。
そうだ、七番街の復興に役立てるならマーレさんに預けようよ。なるほど。あ、というかこれは水路の出口とはまたちょっと違うとこか。カエルの指輪、これ絶対カエル状態を防ぐやつだ。エリクサ、うん、ここはそんなもんか。よし、帰りましょう。ああ、思いっきり息ができるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば七番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。そう、先にこっちをやんないと。おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち、会ったのかい？いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね。ありがたいね。大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち使うだろう。おっしゃ。スキルアップ。みんなだいぶ強くなったな。この人に直接報告はしてないけど、クリアか。やること全部やったね。そっか、オリジナル版の時は無理やり光を登ってプレート上に行く感じだったけど、ワイヤーガンで賢く行くと。じゃあ行きますか。あ、なんか落ちてる。ん？感謝状？おお、サブをやったからか。でも手に入ったのはただの属性だね。準備はいいか。この壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞ。オッケー。お前、これが終わっても何でもや続けんだろ。そのつもりだ。合ってると思うぜ。それ、わかる。最初はよ、不愛想、気取りや過剰な自意識、
いけつかないやつ堂々1位だったが、さすがに分かってきた。本当のお前は違う。そうそう、本当は優しいよね。子供の頃は気づかなかったけど。そんなものもしあっても戦場では役に立たない。いや、邪魔だ。ま、神羅に優しくする必要はねえけどな。エアリス、待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。